ミカバンドの初代のボーカルのミカさんのが大家さんだったんだけど、まあそこの大家さんの、まあ、アパートっていうか、英語ではフラットっていうんだけど、まあ、フラットを借りるっていう、まあ借家っていうか借部屋を借りる、部屋を借りることをフラットの一室を借りるっていうんだけど、まあ、アパートのことは最近フラットっていうんだ、英国では、ね、で、フラットは、まあ、ミカさんから借りた部屋、たまに日本から、ミチコロンドンっていう、まあ、今ミチコロンドンっていうか分かんない、今ゴルフウェアの会社になってるのかな。昔のミチコロンドンっていうのはちょっとまあ英国のストリート系っていうか、ミチコロンドンのアウターとか、あのスコットランドの海賊がかぶるような角がある、角の入った兜があるじゃん、甲冑みたいなさ、あんなフードっていうか、まあ、いわゆるこうパーカー、はい、フードがついた甲冑のこのマークがついて、まあ、鬼の角みたいなアウターとか当時ミチコロンドンでは作ってて、俺はよく買わなかったんだけど、日本に帰ってうちのバンドのメンバーのベーシストの光一くんっていうのがそのアウター着てて、あれ光一くんもミチコロンドンの人と関係あるのとか言って、俺全然関係ない、自分で買ったよとか言って、俺もしかしたらあのファッションショーのあの席の案内係のバイトもやったから、まあそこらミチコロンドンのスタッフの人たちがそのミカさんのアパートっていうかフラットに日本のスタッフが泊まりに来るために、まあ部屋片付けとけっていう約束でタダで貸してもらってたんだけど、それ片付けるところが自分の部屋でさえ もうめちゃくちゃ、他の部屋もめちゃくちゃ、全部めちゃくちゃにしていつものごとくで、あのミカさんにお叱られしちゃう、まあ、エンジニアでピンクロイドのあのエンジニアっていうかお茶組みだったのかな、まあ、ピンクロイドっていうのはなんだろうか、狂気ってアルバムで、ダークサイドオブザムーン、狂気っていう、なんかプリズムに光当てて、なんか7色か何色か分かれちゃうような、三角のプリズムに光当てて、こう色が分かれる、まあ、狂気のアルバムのエンジニア担当だったか知らないけど、まあクリス・トーマスっていう人が、俺の借りてる絵っていうか、まあ、ミカさんのアパートなんだけど、ミカさんとは住んでないよ、だからそこのアパートの、そしてあの酔っ払った時にガン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 叩くんだよまあそういうエピソード いるかどうか知らないけど、なんか怖いおっさんが俺の部屋叩くなとか思ってたんだけど、どうやらそのクリス・トーマスの仕事をよく聞いてたらしくて、俺がね知らずにね、エンジニアの名前なんか知らずに、でその CD は俺の仕事じゃねえかっていうのをたまに聞いてたんで、デュークス・オブ・ストラプスフィアかな、まあ XTC が別名で出した、まあ、企画もんのアルバムとかさ、クリス・トーマスがエンジニアだったの。これでピンク・ロイドの狂気っていうのは70年代に出たんだけど、75、76あたりに出たんだと思うんだけど、当時 FM ラジオとか FM の周波数って、まあ、あの音の周波数ね、あのチャンネルの周波数じゃなくて拾う 音の幅の周波数ね、だから低い音が何ヘルツから高い音が何キロヘルツとかもあるんだけど、デジタルよりは狭かったんだ。で AM はもっと狭かった、 FM はちょっと広いから、まあロックとか、まあクラシックとか音楽用に適した周波数の、音波数の低いから高いの幅が広かったのね。だから実際のレコード版よりは周波数狭いんだよ。レコード版の方が周波数全部いろんな周波数が入ってるんだけど、ラジオで聞く場合はあの音のその周波数の高いから低い音の周波数の幅が狭いから、レコード版とは印象違うんだよね。ラジオ用にちょっと追加じゃないんだけど、こうレコードに近いような、近いっていうか、まあそういう迫力のある周波数を
プラスしたエンジニアの最初のまあ先駆けの人でクリス・トーマスってやつはね、やつっていうかまあ今生きてるかどうかもだいぶじじさになってると思う、70代か80代ぐらいになってると思うんだけど、当時はまあ俺ぐらいの酔っ払いがガッガガ俺の家を叩くんだよ、怖えなこれ親父とかよく思ってたんだけど、どうやらいろんなあのクリス・トーマスの仕事を俺がCD ラジカルで聞いてたらしいんだよね。それは俺の仕事だぞおめえよってちょっと中入れろよって感じだったんだけど、まあ美香さんとは関係ない話ではあるんだけど、たまたま俺があの音楽好きの少年だったからクリス・トーマスの仕事を聞いてたってことで、みたいな時に通りかかった時に、おめえよここのマカドなんか俺の仕事よく聞いてやがんな、かけてんじゃん、まあ、近所に住んでたのかもしんない、わかんないそれまあそういうアパートに、まあ、最後から2番目のとこにタダで住まわせてもらってありがたいと思ってる。あのその前は夏の間1ヶ月か2ヶ月ぐらい救世軍のテントっていうかホームレスとかまあバックパッカーのトラベラーが泊まるようなあのいわゆる野戦病院みたいなテントにあの一泊何本とか、まあ、だから公務員がやってんだよね、まあ、特にクリスチャンってわけや、クリスチャンが運営してるかどうか知らないけど、まあ、英国人ってクリスチャン多いんだろうなとは思うんだけど、まあ、公務員の経営っていうか、まあ、そういう、まあ、開放してるあったかいうちだけど野戦病院みたいなところに。あの二段ベッドがずらーっと並んでるようなところで、あの一泊1ポンドかな、1ポンドもしなかったかなぐらいの、そこ1ポンド前後ぐらいの1ヶ月ぐらいで泊まって、部屋が見つからないからノッティングルカーニバルでぼんやり、まあ、ジャマイカンの祭りがあるんだけど、あの西インド諸島っていうかカリブ海周辺からの移民の人たちのお祭りがあるんだけど、そこでぼんやり、まあ、移民の人たちと一緒にお祭り楽しんでたら、ポッと現れた、どっかであったんだよ、夏フェスや、まあ、グラスンバルフェスティバルであったのかな、あった人だったかなと思うんだけど、その人が、俺今度その部屋出るけど、お前ただで、あの、住んでもいいかもしれないから、ついてこいよって、あ、お願いしますって言って、まあ、泊まったんだけど、その帰り、まあ、星野道子さん関係のね、あのまあなんだっけ、 NHK の朝ドラで星野家の朝ドラがあったじゃん、あのまあ星野三姉妹のお母さんのドラマだったと思う、道子さんのお母さんのドラマなんだな、ぽく話になってるなっていうドラマを見て、まあ旦那さんが死んだとか、まあそう、まあボーイフレンドね、まあ、その人が、まあ、隠れキリシタン的な感じだからさ、今みたいに、まあ、ルーツをたどれば隠れキリシタンなのかなっていうようがあったし、まあ、道子さんの関係で、お前この部屋借りるんだったら、先生じゃないけど、まあ、教会にちょっと連れて行かなきゃお前許さねえぞって言われたんで、教会にいて、日本人経営のね、まあ、その教会に、一回だけ牧師の説教聞いたことあるよことを言われたんで、俺怖くてさ、お祈りしなきゃいけないのかなと思ってこうやった。まあ部屋にも住みたかったし、屋根の下にも住みたかったし、まあそういうことなんだよね。それは中村八大さんの曲好きでさまあ中村八大さんなんて知らないと思うんだけどね、若い人は中村八大さんの、まあ海外でもよく売れた、みんなが知ってる、聞いたことある日本の音楽が好きで、 RG サクセションも演奏するんだけど、その曲は、でもなあの中村八大さんの元の作曲にはフラットフィフス、フラットファイブとかコードっていうか和音の音で、まあ5度の音を半音下げた構成音で作る和音が入ってるんだけど、でいざ RC サクセションのタブを買ったところ、あの中村八大さんの譜面がそのまんまコピーされて映って、あの中村八大さんの
ウメンがアリス・サクセションバイドンとしてそのまま転載されてたんで、俺これ RC の曲と違うなと思ってかなり苦戦したんだよね。フラット5なんて俺弾いたことない、フラットフィフスなんてギターで押さえたことないよとか、もそのまま押さえれるようになったとしてもRC バージョンとは違ったっていう、まあそういう中村八大さんって偉大な作曲家だったなと思って俺は大好きです。あの名曲もオリジナルバージョンももちろん大好きです。